ちょっと今意味わからん。この iPad もうベロベロだ。あれ1時間勘違いしてる。書かないとわからん。そしてアップルペンシルじゃないけど、もう寿命、新しいの頼んだんでいいんですけど、寿命です。ダメだ、書けない。そう、メイクをしていきます今から。ただその前に私の今の頭の中をちょっと紙に書いて整理したくて、こいつか、ちょっとペンを持ってくる方がめんどくさかった。すっぴんボサ髪ですね今。いや、とりあえずメイクできるところまでやります。今は充電をしています。もしかしたら充電がないんじゃないかと思って、とりあえず充電をしました。ということで、とりあえずメイクをしていきます。配信開始と同時にお昼休憩終わり。泣いちゃう。すいません、音でか。すぐ取れちゃうな。なんかさ、これを始めてから顔がシュッとした気がするんだけど、気のせい？まだ始めて5日ぐらいだけど。まだ5日ぐらいしか経ってないけど、モルガンさんハートありがとうございます。イバジュンさんハートありがとうございます。パナソニック。
の変な箱に唇描いて動くの。ほらこれ私動かしてるわけじゃない、自分で勝手に動くんです。もろいでしょ。本当はこれパックしながらやってるんですけど、最近さすがに配信でパックしながらできない。私いろんなほんとすっぴん見せたりとか、いろんな日常見せたりか、美顔器寄ったりとか、いろんな日常見せてるけど、パックとか髪の毛濡れてドライヤーとかはまだみんなに見せてない。私この長さでドライヤーすると30分ぐらいかかるからね、本当に。ハピオまだみたいな配信になっちゃうから、この鼻にこのピラピラ入った、痛くない、くすぐったくて。めっちゃ気持ちいいです。全然これだとすぐ取れちゃうよ。あ、取れちゃった。やっぱりいや、こっちだよね。あれ、はまんないのはなんで。あ、こっちだ、間違えてた。上だ。蓋が閉まらなかった。
すごいウインクしてる。ここすごい見て。ピクピク。なんかでも筋肉動いてるって気持ちになってね、気持ちいいんです、すごい。こんにちは。もちろんね、ちょっといい値段はしましたけど、頑張った自分へのご褒美みたいな感じで、はい、大事ですから、生きていく上で頑張った自分へのご褒美っていうのは。基本的に私自身が物欲がない人間なので、なんか食べたいとかは、食欲はすごいんですけど、物欲はないので、でも今欲しいものはある。この間ファンの方にもらったこれ、このスポンジ使ってみようと思って、ここに昨日なんか変なスプレーになっちゃったスプレーを日焼け止め&トーンアップ下地みたいなやつです。この
直線的にしか出なくなったスプレーを、あ、もう直線的にも出ない、嘘でしょ、あ、縦、あ、なんかスプレー感出てきたよ急に、なんで急にスプレーになってきた。昨日何だったのじゃあ昨日めっちゃ直線的にしか出なくてもう無理じゃんこれって、いやこれは振っちゃダメなの、振らないでくださいって書いてある、昨日振ったからかな、昨日ね、あ、間違えて振っちゃったって思ったんですよね。そう、こういうスプレーって振りたくなる、でもそれが今日で治るのかな、昨日の今日で、振らないやつみたいです。昨日ねスポンジ洗ったの、メイクスポンジで今乾かしてるところだから今日はこのスポンジを使ってます。ピがどうなったかについてはウィバースで書いたのでウィバース見てね。いい感じにツヤテカじゃない？昨日より細くなった、ありがとうありがとう、嬉しい、変わってないと思う昨日と比べると。でも確かに昨日夜遅くにすっごいご飯食べたくなったけど我慢して寝た、それかも、いつもは食べちゃうの、でも今日は昨日の夜は我慢して寝ました。もちろん夜ご飯は食べましたよ、夜ご飯を食べた上で深夜になんか食べたくなっちゃって、そう、でもダメ、夜ご飯食べたでしょ自分って言い聞かせて寝たの。もしかしたらそれが良かったのか、それともこの首元が空いてるからかも、
メイクのり丸今日のメイクのり丸。あとね、今日からねこれを使い始めます。ゆきりんさんのユーピンクのハイライト、ハイライト、なんていうんでしたっけ、ここシャドウ影を使います。前は一回使ったんですよ、なんかの時ゆきりんさんのコンサートか卒業コンサートかなの時に確か一回使ったんですけど、そっからもうそろそろ私のシャドウ早くなくしたいなって思ってるシャドウがあって、それを先にずっと使ってたんですけど、なんか最近いろんなツイッターとかで回ってくるところの中にこのゆきりんさんのこのハイライトとシャドウがめっちゃいいってめっちゃいろんなところに出てきて、そう、私は今持ってるものの中で一番いいものを使いたいって思ってる女なので、そう、新しく買ってるわけじゃないよ、これはもともと持ってたから、だからこそ今持ってる中でこれが一番いいんだったらこれを使いたいっていう女だから使ってます。しかもコンパクト、めっちゃいい。でノーズシャドウブラシ、これ取ろう、このテープ、ユーピンクかけるユーピンク、次ペンが、ブラシもユーピンク使った、ちょっと今後はね新しく届くアップルペンちゃんは大切に使い、いやこれも大切に使ってたんだけど、ある日突然なんか反応が悪くなったんですよね。そう、ショック、大切に使いたいと思います。ハイライトとシェーディング入れる順番間違えたね。この粉終わってからだったね。うち、まあいっか。別になんか大事な撮影とかじゃないし。うん、完全に間違えたけど、まあいいや。
今日はチークもユーピンクにしたいと思います。ユーピンクデイ。でもね、ユーピンクのチークむずいんだよね。このさ、こういうチークだからさ、練りチークっていうんですか、なんていうの、むずいのよ。むずい、うん、私には難易度が高いそう、眉毛もね、パッケージはめっちゃユーピンクっぽいんですけどね、違うんですよ。え、今日めっちゃ二択で迷ってて、今みんなご飯をちょっと、私のご飯をちょっと一緒に迷ってもらっていいですか今日、昨日めっちゃラーメンつけ麺を食べたくて、ラーメンかつけ麺どっちでもいいみたいな、なんか麺を食べたいみたいな気持ちになって、でも今日の朝起きた時にふと、わ、なんか牛タン食べたいなみたいな気持ちになっちゃったのよ。そう、でも今考えると、昨日私絶対に明日つけ麺食べるって言ってたなと思って、そう、うわどうしようってなってる。ゆたパパさん、くまありがとうございます。めっちゃ迷ってるの。やめよう。今日こっちのシャドウ使わない。あ、でも使うけど使わない。みんなは何を食べたいですか？でもみんなラーメン大好きだよね。みんな好きなのラーメンですよね。眉毛やんの忘れた。あんまりファンの方から牛タンって聞かないイメージ。ラーメンって言ってもつけ麺です。今すごい迷ってるんですよ。とりあえず朝から迷うことじゃないんだけどさ、でも朝から迷ってんの。
ダブルでは食べれない、多分うちのお腹が無理。うん、あ、ミスった、下地塗るの忘れた。ダブルっていうのは昼も昼と夜で分けるってことだよね、きっと。そう、それはちょっと無理、お腹が多分いっぱいすぎて一日どっちか。でもつけ麺は明日もチャンスありそう。つけ麺チャンス。ないかな。うわ、ないかな。明日でも公演か。公園の前につけ麺は無理だな気持ち悪くなっちゃう、さすがに。このラーメン屋好きっていうラーメン屋も別にないかも、うち。でも行きたいラーメン屋はいっぱいある。行きたいラーメン屋、この間ウィバースでみんなに紹介したラーメン屋。ちょっとうるさくなるよ。うるさくなるからミュートにしたから静かになったよバカ？バカなのかな？そう、もともとは予定終わってからご飯食べようと思ってたんだけど、私が1時間勘違いしていたおかげで、もしかしたらご飯食べてから予定でも行けるかもってなり始めてきたんですよね。そう、ちょっとこの出かける準備の状況にもよるんだけど、
そうなの。でもそうなってくると牛タンなんですよね、今欲してるのは。そう、昨日つけ麺食べるねってみんなに言ったから、そう迷ってます。今日はもう顔ユーピンクだ。マスカラも今日はユーピンクだけで行こうと思ってる。一人映画全然いける。私この間行ってきた、あの配給全然いけちゃう。てか多分メンバーは基本的に一人丸々いける人多いと思う。なんかもちろんメンバーとご飯行ったりするのもすごいいいんだけど、やっぱり結局こう全くもう朝から晩まで一緒にいるメンバーっていないじゃん、毎日みたいな。そうなってくると、じゃあ例えば急遽この時間からこのお仕事からこのお仕事に行くまでの現場でなんか時間できたなって時に、あお昼ご飯の時間だなみたいな、昼食べたいなってなった時に、そう結局一人で行くんじゃないですか。っていうことが、それこそ最近ね、こう行かない旅とかナレーション、いろんなあの DX のナレーションとかさせていただいたりで、同じ日にねこう他のお仕事が入ったりとかっていうことも多くて、そういう時とかによく一人まるまる行きます。全然行ける。ラーメンも行ける、オムライス屋さんも行ける、映画も行ける。だってなるちゃんとか一人かき氷でしょ、あれほとんど。わかんない、マネージャーさんと言ってるかもしんないけど、だってすごい月、え週なんかすっごい行ってるみたいな聞いた。週 5? 週 7? 週7は違うか、そう週4とかでかき氷行ってるって聞いて、私年2ぐらいで行ったけど年2ぐらいでいい、かき氷。だからすごいなと思って、その周南をさ一緒に誰かとさかき氷行ってたらすごいじゃん。その人ももうゴーラーの一人じゃないですか、もう完全に。だからね、よし完成。一人焼肉もいけますよ全然。なんかちょっとこの雰囲気なんかおしゃれ。一人でちゃんこ鍋に行こうとはまだ思ったことないです。ちゃんこ鍋食べたことま
ずちゃんこ鍋食べたことないかも。ちょ、もう前髪これでいこうかな。セットするのめんどくさくなっちゃった。いけるし普通に。リップ塗ればちょっと一旦適当リップだけど、あ、適当リップつけすぎた。出ちゃうよね。なんかおしゃれな女子。うん。まあでもうち前髪ある方が可愛いんだよね。それは知ってる。それは知ってんだけど。綺麗なお姉さん、え、24に見える？ギャルみたい。自分的にはちょっと別にあんま好きじゃないこの感じ。でももう前髪をセットするのがめんどくさいっていうその理由だけで。大人っぽい、ありがとう。大人なんだ。大人なんだ。ありがとう。ふざ。中身橋本春ないいね。これなんかおしゃれなドリンクに見えるでしょ。グリーンだから。グリーンだから。普通でした。スポンジ乾いたかな。
ケー。これ入れよう。これ洗うやつ。これ捨てて。これこの中。眉毛も片付けるのめんどくさいからこの中入れてこう。さあということで、あ、全然今日だけです。あの前髪のセットがめんどくさくてこうなってるだけです。すいません。はい、これは今多分メイク変わってないしね。あ、いつもよりピンクは少ないかも。そう、ステージのハルピョンよりピンクは少ない。私服だからなるべくそうピンク抑えめって感じでメイクしてるけど、この自分好きじゃないんで。好きじゃないけど楽したいみたいな日、今日今日そういう日。うち似合ってる、ありがとう。でも髪がキシキシなの。何食べようかね。結局ウィバースに乗っけます。何食べたよって。ウィバースかメールかどっちかで。インスタ上げてみて。インスタ撮ってくれる人がいないから私服全然いつも私服上げない、うん、でもさすごくない？ゆきりんさんのさ下地、あのユーピンクのさまつげ下地だけでこんなすごいことできるんだよ。束感嬉しい。こうしたら子供っぽい？松葉してないです。もうずっとしてない。最後行ったのいつだろう。感じです。こっちが出てるからこっちを耳かけしよう。でもそうすると前髪がバレるんですよ。こうしようかな。顔的にはでも多分こっちを出した方がより大人っぽい。かけなくてもいいか。
んかやっぱ前髪欲しい。まあいいや、めんどくさいんでいいです今日は。それではそろそろ配信終わります。この後ご飯を何食べたのか、ぜひ Weverse をメールでご覧ください。それではありがとうございました。またの夜やるんで、またのご来店をお待ちしております。ありがとう。またね。頑張って、ありがとう、頑張ろう。またね、バイバーイ。ありがとう。こんばんは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。やっほー、ともゆきさんハートありがとうございます。行かない旅出てくださいだって出てます今 TVer さんで公開されてるのに出てます。第9回エクアドル見てください。なんかやだ、セクシーとかエロいとかいうコメントがあってすごく嫌なんで、着替えていいですか私そういうコメントすごく嫌なんで着替えていいですか、逆に凄い嫌だ。え、マジで無理。なんで、え、そういうので売ってないからです。多分そういうので売ってるメンバーとか、まあ売ってるインフルエンサーさんとかはきっと嬉しいって思うかもしれないけど、私はそういうので売ってないので、すごく嫌な気持ち。別にセクシーに見せようと思って今日、そうだからめっちゃ必死に髪で隠してる非セクシーに見せようと思って今日着てるわけじゃなくて、普通におしゃれとして着てるのであって、なんかそうやって言われるとすごく嫌な気持ち、はい、うん、髪で隠します着替えるのはちょっとめんどくさいので髪で隠します。ただこれ以上言われるようであれば着替えます。そうなのよ、羽織ると暑いのよね、分かってくれる？
今日暑いよね。ちょっと夜ご飯食べた後のお薬を飲むのを忘れたので、というか持っていくのを忘れて普通にご飯食べた。だから こうやって配信しよう。やっほー、肩に蛇巻いてる。髪の毛です。サプライズレバーさん、レインボーマイクありがとうございます。でも今日は写真集を3冊全部読む配信をしなきゃ、するって言った、今日で終わらせるって言ったからちょっとずるずる引きずりすぎ、見ていこうと思います。どれが一番セクシーなんだろう。一番セクシーなのをさ後に回したいじゃんか、やっぱり私はセクシーって言われたくないですとか言ってるのにさどれが一番セクシーなんだろうとか言ってごめんなさい、そうですよね、すいません。もしかしたらこのメンバーもそういう気持ちで売ってないかもしれないから。どの写真集が一番、うん、すごいんだろう。全然開かないんですけど、セクシーに見られるのは嫌でもセクシーを見るのは好きなの。いや全然、別に好きではないですけど、私が写真集見る配信結構なんか好評でやってるだけ。うん、私が多分選んでるその写真集のこの推しショットこれですみたいな言ってるやつ全部基本服着てる、うん、そう全部基本推しショット服着てる。女性が女性のを見ても、いや別に私男性の写真集見たいと思わない、うん、別にそういう意味じゃない、別に同性だからとかじゃない、普通にそこにそれを求めてないかも、何も求めてない別にそう女子の綺麗な姿を見るのが好きだから、これは多分あのフォトカード一番上についてるんで見せていいと思うんですけど、こういうなんか自然な表情、あやなさんのこういうなんか可愛い彼女感みたいなの、こういう表情が好きです。そう、こういうのがいい。ちょっと3冊ともチラーっと見て、あすごいっていうのは最後にします。まず
おお。でも小田井の、おお、小田さんのも結構。そうですね。まあ、カトレナさんが最後かな。うん。じゃ先輩に挟まれるチームエイトで。いきます。ということで、まずはあやなんさんのから見ていこうと思います。あ、サイン入りだ。なんで？え、いらない、いらなくはないけど、そのなんていうの、いらないの、いらないのって聞く聞き方も違うんですけど、そんなサイン入りのやつくれていいんですか、私に。ありがとうございます。いらないの？いらないの？って聞き方もあれですけど、細っ。だってそうじゃない？まあ、いらないわけではないと思うけど、くれるってことはね、自分で持ってんのかな、2冊ぐらい持ってんのかな。あ、表のね、裏、確かに。うん、スンって感じでした。え、嬉しいですよ。私は別にサイン入り全然めちゃめちゃ嬉しいけど、嬉しいがしかし、いらないのかなって思って。細い。うちりちゃんも綺麗。あやなさんっていくつでしたっけ。96年、1月だから姉ちゃんの2個上、うちの5個上。え、見えな、かわいい。え、すごい、このショットすごい。これ初めて見る感じ。なんかただおちりちゃん出してるだけじゃないっていう写真がある。かわいい、マジかわいい。すごくかわいい。黄色似合いますね。すっごい黄色似合う。すごい、細すぎ。てかこれかわいいな。水色のニットの1枚目、水色のニットの1枚目かわいい。めっちゃかわいい感じ。ちょっとそ、あの2枚目3枚目は結構キワド、キワドだから、ちょっとキワドだけど、これさ、いつもさ写真集を見てて思うんですけど、こう見開きにドーンって出てくるタイミングってあるじゃないですか。なんかそのこのここが邪魔じゃない、わかる、このだから私あんま見開きショット好きじゃないんですよね。そう、なんか多分写真で見たら、映像で見たら綺麗なんだけど、そう、こなんていうの、冊子で見たら、そうデータで見たら綺麗なんだけど、冊子で見たらうーんってなっちゃうから、私は見開きショットあんまり好きじゃない。かわいい。え、この髪型かわいい、いつかやりたい。なんかちょっとポップな感じの、でもうちの髪の長さでやったらやばいかな。どうやってやってんだろう、この髪型。髪型見ちゃう。こっそ。
ぱビタミンカラーが似合う、こういうのはいいんですよ。こういうその顔とかに干渉してない、今メロンの写真のページ見てるんですけど、そうそう、アメリカンなショットは髪型めっちゃ可愛いからいつか公演でやりたいと思いました。でこのあやなさんのメロンから顔を覗かせてる写真みたいな見開きの写真は、この線と顔とかが干渉してないじゃない、こういうのはいいんですよ。ちょっと腕だけ干渉してるけど、でもこういうのはありだけど、なんかドーンって人がいて体にパックリ線入ってるみたいなのが私好きじゃないんですよね。え、この顔かわいい、てかウィンクうまい、緑も似合う、緑、この緑、お、すごい、おー、どうした、あー語彙力低下すごかった、なんか緑似合う、かわいいとか言ってたの、あ、すっごい写真来ちゃった、ほら絶対だってウエスト綺麗なのにさ、この線のせいでさウエストがマジで見えない、もったいない。え、こういうのってどうやってるんですかね、どうやってるんですかね、本当に疑問なんですけど、どうしてんの、アウトだよねもはや。ちょっと待って、一瞬待って、ちょっとミュート、まあ大変だけど頑張ろうか。この間やってたとこが良かったな。覚えんの大変だけど頑張って覚えるわ。いや、ガリのポジション変わったらマジ抗議もん無理、マジで無理、さすがに、いや無理です、この間急に出たのにって言います。
はい、続きいきます。あやなんさんってテニスしてたんだっけ。なんかそんなこと言ってたような言ってなかったような、言ってたような。すごい、こんな子がテニスコートにいたらさ、集中できないですよね。うん、集中できない、可愛すぎて。可愛い、マジで可愛い。いや、表紙どんなだったかなと思って。三つ編みも可愛い。てかこの水着どうなってんだ、マジでどうなってんだ。テニスはしたことがないそうです。あ、そうなんだ、可愛い。肌綺麗すぎない？え、朝起きたらさ、隣にさ、こんな可愛い彼女いたらさ、無理だよね。ギュって抱きしめたくなるって。うん、超可愛い。え、すごい、着てないじゃん。着て、てか、え、逆になんで着てないの。逆になんで着てないの、それは着て。確かに。確かに、なんで着てないの。え、朝起きてなんで着てないの。着てもらっていいですか。そんな顔しても無駄です。ダメです。はい、着てください。あ、これなら許されるかも、ギリ。ここに顔のラインがあって、ここでこう切れてて、うん、許されるかも、ギリ。今ページのページのレイアウトを見てる、うちは今。ここにこのその本の線があって、うん、細っ。お肉な、お腹のお肉な、どういうこと。意味わからん、マジで意味わからん。え、どこ、え、どこに脂肪っていうものを、え、お腹すごっ、あ、かわいい、あ、かわいい。え、髪の毛暗くした、そんなことない、そんなことありそう。ちょっと暗くなってる、髪色。黒も可愛い。なんかプリキュアホワイトみたい、キュアホワイトみたい。可愛い。なんか可愛いよね。何なんだろう、このなんかセクシーすぎない。可愛い。顔がさ、可愛いからさ。これすごい、何このジージャン。え、ジージャンの水着とかあんの、この世の中に今。どういうこと。どういうこと。え、これはどっち、下着としての役割、これ果たしてますか。果たせてんのか。違う違う、え、本当に、え、どういうことっていう下着、今ここに私の面に映ってるものは。うん、え、うん、どういう下着みたいな。
そう、履いてる意味なくないみたいな履いてる意味なくないみたいな。なんか普段隠してるところとは別のところが隠れてる、うん、上じゃなくて下、下の後ろ。おちりちゃん、あ、かわいい。水着多め、水着下着多め。水着なのかもわかんない、下着なのかもわかんないけど、そう、な、そう、肌見せ多め。おー、すごい。あー、いいですね。私が好きなショット？え、マジで本末転倒なこと言っていい？本末転倒って日本語合ってんのかあんま分かんないけど、多分あのこう女子の体を見たいみたいな、そういう観点で写真集を見てる人たちはすっごい満足する写真集だと思うんですけど、私はこれが一番可愛かったうん、初めて見せれるみんなに私の推しショット私はこれが一番好きでした。なんか写真の構成的にもそうだし、色の感じもそうだし、アヤナさんの顔もそうだし、なんかこれが一番好きですでも写真集はここについてるので、これを買わなきゃいけない、これを買わなきゃこれはついてこない。あー、デニム、デニムアヤナさんね。デニムのさ、アヤナさんさ、このさ、デニムのさ水着下もあるんだって思わなかった？見てない、そんなとこまで。もう上で止まってる目線、あなたの、あなたの目線は上で止まってますか？ね、デニムの水着下もあるんだって思っちゃった私は。全体を見る、見てる女だから。てか背中にセクシー、背中にほくろあんの、セクシー、綺麗。え、ほくろだよねこれ、違う？あれないかも。あ、え、ある？え、わかんない、これは何なんだ。でも他の写真にない、印刷かな、印刷した時についちゃったかな、もしかしたら。うん、かわいい。やっぱかわいいが強いね、あやなんさんは。すごいセクシーな、結構ショットもいっぱいあるけど、かわいい強め多め、これが一番かわいい本末転倒だから言ったでしょ。続きまして、小田さん、小田さんのはね結構あのオフショットをツイッターとかで結構見てたので、そう、どういうところで撮ってるんだなとか見てます、見てました。赤珍しいよね、かわいい。おだえりってさ、あんまハーフアップみたいなあんましなかったから、このさ温泉のさジャンプしてるやつでしょ、これもかわいいと思った、オフショット見てて。
え、足綺麗すぎない？え、わ、いいな、こういう彼女を連れてデート行きたい。この赤ちょうちん並ぶラーメンって書いてあるところではしゃいでるこの彼女連れてデート行きたい。うん、かわいい。お、湯上がり、湯上がり小田さん、鎖骨が綺麗。ほら、この線邪魔、この線邪魔、本当に見開きにしないで。素敵、なんか美しい美って感じ。これ写真集、細っ、内臓何もないやん、骨やん。足細っ、綺麗。小田さんマジナチュラルメイク似合うよね、本当に。かわいい、かわいい。このメリーゴーランドの写真かわいいけど、ちょっと見開きの真ん中に小田さんいるのちょっと消せない、マジで。ちょっとイライラしちゃう、これ、こういうの見ると。私ほんとせっかくさ、めっちゃ可愛いショットなのにさ、真ん中に小田さん持ってくるのは分かったけどさ、そのせいでさ半分なのよ。、うん、見開きアンチ。マジでそれ、気になっちゃう。かわいい、これ、この T シャツに渦まってるの、渦まってんのか分かんないけど、脱ごうとしてんのか渦まってんのかあんま分かんない、どっちなんだろう。浮いてる、プールに、小田さんプールに浮いてる。でもこれだけさ、でもほぼすっぴんなんちゃうって感じじゃない。え、温泉すごい、すごい、タオルもしてない。温泉入ってる、サウナね。なんかこういう見開きなら許せる、うん。干渉してない、小田さんに干渉してない。サウナの風景が一面にドーンってあって、こっち側にサウナストーブみたいな、サウナなんていうの、サウナの、 その石とか置いてあるやつで、こっちのページに小田さんみたいなで1ページ作られてるみたいな。これはもう小田さんに、かん、なんていうの、こう小田さんにこう線が入ってないから許せる。小田さんを邪魔してないから。え、マジで内臓何もない、本当に。あ、この服かわいい。え、うち推し多分これだわ、推しページ決まった。まだ全部見てないけど、サウナの次の衣装あるじゃないですか、サウナの次の衣装の水色の衣装の、水色の衣装3枚あると思うんですけど、3枚 ?4 ページあると思うんですけど、そのこっち側のページ、右側のページの、あのすごい白飛びしてますみたいな感じだけど、そのすごい、それがオーラみたいなのに見える小田さん、これ可愛い。
多分持ってる人いるから、持ってる人はこれかって思ってください。これめっちゃ可愛い、この水色の服の衣装の、本当に私が選ぶ推しページ全部服着てんだよな水色の衣装のページの右、あの見開きじゃない方の水色の衣装の右ページ野田さん、これ私多分1番、まだ最後まで読んでないけど絶対1番決まった。他もめっちゃいいんだけどね。でも私普通にてか小田えりな史上1位だと思います、私の中での。めっちゃ可愛い。ピザ食べてる、可愛い。マジでメイクしてる？してないよね絶対。多分ファンデぐらいは塗ってるかもしんないけど、本当にそれ以外塗ってなさそう。なんかでも写真が小田エリナなんだよな。こんな写真見たことないもん、他の写真集で。ベッド2つあってその間に立ってる写真とか見たことないもん。それにまたがって立ってる写真なんて、写真が小田エリナ、すごいね、かわいい。あ、これもかわいい、これも好き。見開きページで傘さしてる中華街みたいな、見開きドーンっていう小田さん、これかわいい、これ好き。うわ迷うな。いやでもこっち強いな、やっぱこれ強いわ。周り白飛び小田さん優勝、こっちが絶対優勝。これは 1.3 位ぐらい頭についてないか。かわいい、かわいい、なんか15歳ぐらいに見える。この原っぱにちょこんって座ってる小田さん、15歳ぐらいに見える。あ、この写真センスあるわ。小田さんってあんま分かんないけど、この水たまりに写ったこの写真使った人マジセンスある。でその隣にこの小田さん持ってきた人マジセンスある。このページはページで神、構成で神ですね。小田さんの可愛さというよりこのページの構成が神。神奈川と大分で撮影、そうなの。ありのまま、確かに小田さんって感じ。ファンの方からの感想がなんかちょっとおもろい。ファンの方からの感想、写真集が出るって決まった時の。
ちゃんと読みたいね。なんか同期の言葉だからこそちゃんと読みたい、そう思いました。あ、ここもかわいい、いいやん、ここちゃんとしてる写真集好き。うわー、肉まん食べてんのかわいい。ということで、おだいりのファースト写真集、青春の時刻表でした。中華街のページの一番、ん？中華街の次のページの写真？中華街の次のページの、あー、へえ。私はこの白飛び小田さんだな、一番は白飛び小田さんちょっとなんか写真間違ってるみたいになってる。違うよ、このなんか白飛び小田さん飛んでるやん。白飛び小田さんが一番好きです。綺麗で好き。ラスト、いやでもこんね、すごそうだった。なんかカトレナさんのはやっぱまあ AKB からさ卒業するってなるとすごいんだね。うん、なんかフィルム貼ってくれてるから見れない。うん、すごい、小田さんも綾乃さんも。ということで見ていきたいと思います。かわいい、ポストカードもかわいい、セクシー。うわ、もう初っ端からうわです。うわ、え、人間のここをドアップにすることってあるんですか？そこをドアップにすることってあるんですか？初めて見たよそんな写真。いや昔だから、2018年だから許される、許されてんのか、あるんですねそんな写真。あ、すごいすごい。なんかもうね、やっぱメイクも平成だから強い、ガンって。平成？ギリ平成、うん、一番やっぱすごいわ、際どい。いやもうアウト、際どアウト。うん、あ、この写真のレイアウトはまあ許せます。見開きだけど許せるレイアウト。すごっ、膝かゆすごっ、そんな格好で外歩いてたの？びっくりしちゃう。でもかわいいこの私服てか、このパンツにこのスチュールのスカート合わせるのめっちゃかわいい。でも顔が強いからできるよねこの格好って。正直顔がこんだけ強いからさ、服を強くしてもさ顔が死なないっていうか。
スがさ、これするときつい。うん、顔が可愛いからできる。え、もう見えてますけど、外ですけど、外だけど見えてるけど、いいの？この写真は。この写真はいいの？外なのに見えてるけど。まあでもオンさんのみたいな感じかな。ミヨンさんの効果線みたいな感じ。効果線の上で撮りましたみたいなやつかの感じ。これどこで撮ったんだろう。どこで撮ってるんだろう。海外っぽい街並みが。あ、絶対海外だこれ。日本にこんなとこあるわけない。、うん、この虹がいいね、反射。イギリス？あ、そうなんだ。でもそれ以上下げるとピーってなります。はい、それ以上下げるとピーってなりますよ。はい、先輩アウトです、ピーっていうホイッスルが鳴り響く。かわいい。やっぱ顔強いな。うん、ああ、この見開きは好きじゃないです。この見開きは好きじゃないです私。え、てか服着てる写真あった？でちゃんと言える服着てる写真あった？うん、あ、すごい、なんか摩天楼のあれみたい、恋愛禁止条例のあれみたい、ジャケ写みたいなのある。うわ、うわ、だって髪の毛こんにちはってやったら見えちゃうよ。やめて、やめてとか言って、やめて、お風呂入らないで。もうだって着てないじゃん。これはどうやって撮ったの？これはどうやって撮ったの？それを知りたいですね。うん、こちらも、うん、ちょっとどれもセクシーすぎて、ちょっとセクシーすぎる。全部かわいい。
どれだろう、ちょっと迷う。なんか顔が強い、結局は。でもこの服が一番好きだな、うちは。さっき言ったデニムに黒チュールのスカートの服が一番可愛いと思った。そう、顔が強いから似合う、強めの服。あとこのなんかグリーンフラッシュみたいな写真あの紫のベレー帽をかぶってる、おちり見えてますよっていう写真の1枚前の写真、グリーンフラッシュみたいな写真のページ、かわいい、美しい。でファンの人は好きそう、ファンの人っていうか男の人は好きなのかもね。うん、ちょっと私には24歳になったからうん、見れるけどっていう写真集、これをじゃあそこら辺の若ヤギちゃんに見せれますかって言われたら、ちょっとヤギちゃんには見せれないかもしれないうん、ちょっと、ま、見ちゃダメ、見ちゃダメ、ヤギちゃんって言うかも、うん、そうね。だってまあ裏表紙がこれだからね、でもマジで可愛い、本当に顔面強い、顔面強いってこんなに強いんだなって思う、うん、いいねいいね、なんかえ、明日のお題むずい。なんだろう。むずいな考えなきゃ、考えながら寝ます。トラック野郎さん、音符ありがとうございます。マサルンさん、ハートありがとうございます。哲也さん、ハートありがとうございます。いや寝るよそりゃそりゃ発表は寝るよ。
今日も可愛くて嬉しい、ありがとう。明日繰り上げ当選。あ、繰り上げ当選ってどう、なん、なんなん？事前キャンセルで繰り上がる。あ、なるほど。じゃあもうキャンセルです、僕私って言ったら、もうそのキャン待ちの人から一番から順にどんどんどんって入れるってことか。なるほど。今日はてか今日ね、みんな、まあ昼見てない人もいるか、あの美容院に行ってきました。はい、前髪とか切ってないし色も変えてないんですけど、まあ、昼とまず前髪が違うじゃん。前髪やるのめんどくさいとか言ってたのに、前髪やられてるじゃん、ちゃんと。それ見て。あと髪の毛もちょっと切った、ちょっと短くなったの、ほら。だからツインテールもちょっとこっちじゃ分かんない、こっちにしよう。気持ち短いのよ、ほら。多分上で結んだらより分かる、ほら気持ち短いのよ。やっといけた。え、てか5センチも切ったんだけど。いや本当はあと5センチ切りたいぐらい傷んでるって言われて、そう、私もあと5センチ切ろうかなってめっちゃ悩んだんですけど、さすがに美容師の人が止めてくれました。あとこんぐらい切ろうかなって思ったの。だから10センチ切ろうかなって思った。でもさすがに止めてくれた。いや、そう、まあ切ってないしカラーも入れてないからあれだけど。髪の毛かわいそうですよねって話を美容室の人としてて、かわいそうですよね私って。そう、ずっと行きたかった宿毛ストレートパーマをかけてきました。やっぱマレーシア語に行かなきゃというか行きたいなって思ってたので、マレーシア語からずっと行けてなくて、やっと行けました。色はもうドラマが終わるまでちょっと入れれなくて、めっちゃもう色入れたいんですけど入れたいっていうか、このねプリンをねまずなんとかしたいのと、そう、でもせっかくプリンをなんとかするなら色入れたいじゃないですか、ちょっと暗めの色。そうだから入れたいんですけど、ドラマが終わるまで色は入れられないので、本当に嫌です。でも5センチ切っちゃってもまあバレない、だってみんな分かんなかったってことでしょ。しかもうち三つ編みしちゃうし、うん、分かんないってマジで。いや全然分かんない。切った？大丈夫、5センチも切っちゃったけど、そんな感じで
ようやくやっと美容院に行けました。もう3ヶ月ぶりです、美容院。髪キシキシパッサパサだったものがこんなにサラサラになられて、見てすごい、美容師さんって天才かも。動かへん。本当に嬉しい。こんだけサラサラになるとね、幸せ極まりない。てか逆にどうやったらあんなに汚いとか言っちゃダメ、でも汚い髪だったんだろうって。そう、まあ、マレーシアでね、水浴びたっていうかシャワーしたっていうのも多分大きいとは思うんだけど、それはね大きいとは思うよ、さすがに。でも良かったです、こんだけ綺麗になったので。このツルツルをキープしていけるように頑張ります。そう、なんか気分が上がってた、もう美容院帰り、すっごいなんか嬉しいみたいな気持ちが多分すごい強くて、うん、終わった後にご飯食べに行って、まあ、何食べたかは後でリバースします。ルンルンでしたね。嬉しいもん、やっぱなんかみんなも美容院行った方がいい。気持ちが上がる。なんか嬉しい、なんかこんな、なんかあんだけキシキシだったのにこんなツヤツヤになるんだって思ったら嬉しい。本当に臭み出そう。
ロストさん、キリさん、ハートありがとう。髪色素敵、ありがとう。もう全然3ヶ月前の髪色だけどねこれ。うん、ごめん、プリンすぎる。え、逆に伸びすぎててプリン綺麗ですねって美容室の人に言われた。やばくない？伸びすぎててプリン綺麗ですねって、そんなことある？そう、なんか上だけちょっと黒いみたいな、そういうスタイルみたいな、むしろ綺麗みたいな。むしろこれで綺麗みたいな感じ。そうそう、こうやって染めましたみたいな。あとみんなと喋ってる間に急にインスタ載せました。はい、リバースにリンク送っとくね。一生さ、でも今日聞いたのよ、ヘアアイロン何がおすすめですかって。ちゃんとそれでも一生悩んでんだけど、マジでどうしよう。こっちにしようかな。でも私が今悩んでる3つで悩んでるんですけど、 A の方が安くて、でも A と B はほぼ一緒の商品なのよ。もうなんかで、その A は割と、うーん、美容室向けみたいな、美容師さん向けって感じで、コードが長かったりとかするんです。そうで、 B は本当にほぼ一緒の製品だけど、コードがまず短い、短いっていうかその通常サイズ。そう、 A は美容室用だから、美容師さんはよ基本めっちゃみんな使うみたいな、めっちゃその美容室の人に聞いたらこれがいいって言われて、へーってなった商品。
C は、まあ、私がそのこれまで使ったことあって、使用中に誤作動で温度が変わってしまう、それは嫌だな。どうしよう、悩む、マジで。でも、うん、A にしようかな。その A と B で、もともとの値段は B の方が安いのよ。そう、でもなんか多分その A は結構いっぱい売られてるからこそ、あとその家庭用じゃないから、そう B っていうのが出てきちゃったから多分ちょっと安くなってて、 A と B の違いは6ヒデヨぐらい、11ヨ1ヒデヨぐらい、6ヒデヨぐらいなんですよ。だから6ヒデヨでコード長いっていうデメリットを取るかそう迷ってて今。6ヒデヨでコード長いか。あと B の方は白で A は赤なの、だからちょっと6ヒデヨで白、延長したいわけじゃないの、違うの、長すぎて困るの、そう逆なのよ。ちょっとママにも聞いてみよう。6ヒデヨで長いとねちょっとね邪魔だよね。今使ってる、ちなみにこのサロニアって何メートルぐらいなんだろう。多分 2.5 だな。だからこれにプラス1メートルされるってことでしょ。ちょっと長すぎるんじゃないか。あとこのロック機能ついてないんですよね。そう、それはちょっと難点。
迷う。そう、閉じれないの嫌ですよね。でもまあ最悪別にこうやって、あ、これをこのこうやってなんかゴムとかでシュシュとかね、持ってるやつでぐるって巻けば、まあコードと一緒に巻けば別に何の問題もないのかなとか思ったり。そうなのよ。でも性能は断然 A の方、赤色のやつの方がいいの。そう、赤か。まあでもいないよね、持ってない、みんなあんまり持ってないからこそ。人とは被らない。もうサロニアはみんな持ちすぎててそう、誰が誰のってなる。でも美容室の人おすすめは赤色なの。で赤色だとまあマイナス6ヒデよ。早く買いたい私は。早く買った方がその分髪にダメージ少なくなるじゃん。だから買うなら早く買いたい。まあ、多分今はねストレートしてるからあんまストレートやんなくてもいいんだけど。赤か。そこだな。何点？あ、6ヒデヨで、いやいい、どっちもいいものなのよ。多分性能的には本当にもう似たり寄ったり。本当に一緒。ただその A の商品が一般家庭向けに発売されてるのが B みたいな感じ。そうだからコードもちょっと短くなってるしみたいな感じ。なんかその6ヒデヨでデメリットとしてはマイナス6ヒデヨのデメリットはコードが長いのと赤っていう難点。でもプラス6ヒデヨでコードと赤、コードと色かみたいな気持ちにはなるよね正直。なんかわかるかな。なんかそれにその6ヒデヨでもうちょっといいなんか性能がついてくるなら6ヒデヨ出したいって思うかもしんないけど、コードと色のために6ヒデヨ出すかって言われたら
我慢するかなみたいな気持ちになっちゃうのよね。現実的、現実的っていうか、やっぱ安い買い物じゃないじゃない。だからね、ちゃんと買いたい。丁寧に買いたい。ちょっと待って、サロニアの、サロニアコード何メートル、コードの長さ 1.9。 あ、これの2倍の長さになるってこと？マジか、長いな。そうですよね、 3.5 ってことは、まあこれの2倍ぐらいになるんだよね。だいぶ長い。でも今日その美容室で使ってるこうやつが、その今迷ってる A の赤色のやつなんだけど、それ見せてもらったけど、結構長いなと思ったんですよね。そう、ここでこうやって使う、まあでもここでこうやって使う分には正直別に長くても長くなくてもここに垂れてるだけだからいっかとはなるよね。うん、こうやってずっと悩んでるの私、本当に。超悩んでるのよ。いやでもパナソニック、出せればね。あ、でも海外対応してんのはパナソニック。うわ。そう、でも5段階、あ、マジで迷ってる。キヌジョダブルは？もうずっとこれやばいよね。え、経費で落ちたいよ本当に。落として、あ、そうだ、ダブルはこのハサミがダメなんですって。ダメっていうか、ハサミがなんかあんまり良くないって。
まあでも海外の時だけサロニア持ってけばいいもんね。最悪サロニアは使えるんで海外で。そう、でも言われたの、そのメイクさんじゃないや、あの言われて確かにと思ったのは、え、あやなんさんの誰ですか、あやなんさんに私が写真集見ながら配信したって言った人は。誰ですか、やめてください。え、やめてもらっていいですか、恥ずかしい。あやなんさんから LINE 来た、恥ずかしいって。ちょっと今アイロンの話してたのに。ちょっと配信終わったら返そう。誰ですか、ちょっと待って、自然チーク、ちょっと言ってるじゃん私いつも、本人には内緒だよって。ヘアアイロン経費で落ちるか聞いてみよう。やばい、それはやばい。それはやばい。めっちゃおもろい。それはめっちゃおもろい。やめて、そんな久しぶりに連絡来て返信してヘアアイロンって経費で落ちますかって、嫌でしょ。ありがとうございます。ちょっと後で LINE 返信します。どうやって伝わったんだろう、すごいな。世の中ってすごいな。ねえ、私のヘアアイロンの話みんな聞いてよ。どうしたらいいの、あ、そのあーどうしよう、なんか言ってたのは、その人が、そのメイクさんじゃない美容師さんが言ってたのは、パナソニックはいろんなメーカーを作ってるじゃない、テレビだってパナソニックだし、私が使ってる美顔器だってパナソニック作ってるし、エアコンとかも作ってるのかな、冷蔵庫とかもいろいろ作ってるじゃん。そのいろんなものに特化したものから出てるいいやつと、アイロンだけを作ってますっていう会社のいいやつと、どっちがいいと思うって言われて、はあ、確かにみたいな。信頼と実績があるのはパナソニックじゃん、どう考えても。私の中での信頼と実績はパナソニックなんですよ。でも確かにそう言われたら、そう言われたら、いろんなところに手出していろんなのがいい製品よりも、もう一個に集中してそれがめっちゃ強いみたいな製品の方が確かにいいのかもなとかって考えたら、なんかめっちゃもう迷っちゃって、どうしようって感じ。今それですごいずっと迷ってる。まあもちろんそのラディアントっていう赤色のやつのところもいろんなのを作ってはいるんですよ、ドライヤーとかね。でもその紙のもの、ドライヤー作ってんのかな、もうドライヤーは作ってないかも、もはや。アイロ
ンしか作ってないかも。カールアイロンと細いアイロン、8ミリっていう本当に細いアイロンしか作ってないかも。へえ。シルクプレートがいいのか、ナノイーのイオンプレートがいいのか、どっちがいいんだろう。どっちがいいんだろう。でもそのメイクさん、メイクさんじゃない、その方、その美容室の人に言われたのは、絶対にもう本当にいいやつを買いたいなら、あのゴユ基地飛んでくやつだよって言われました。ゴユ基地でも、ゴユ基地は無理。もうちょっと考えます。わかんない、明日には買ってるかもしんないけど。、うん、もうちょっと考えます。ということでランキングいきます。すいません、こんな最後ヘアアイロンの話でごめんなさい。もうずっと悩んでる、1週間ぐらいずっと悩んでるの。そう、聞いてほしくてみんなに。1位サプライズレバーアットピョンズさん、2位ユタパパ007さん、3位トラックヤロアットゴリさん、4位鉄道のエイターアットピョンズさん、5位ともゆきさん、6位鉄也アットハルピョン大大大好きさん、7位タケニーさん、8位バンバシさん、9位長月さん、10位ナンスノさん、11位イバジュンさん、12位ワタリさん、13位マークーンさん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。アイロンね、買ったらこれにしました言いますね。はい、まあ多分、まあ、何色使ってるかで分かると思う、白か赤か。何色使ってるかで多分分かると思うんで、よろしくお願いします。明日は午前中に配信をします。ちょっと午後からレッスンからの公演で、ちょっとバタバタ忙しいピーマンな女の子なので、よろしくお願いします。ということで、それでは明日も頑張る、ありがとう、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のロビットジャンプで5669盛り上がりの皆さんにきっと期待をお届けしちゃう、台湾県出身ハルピョンこと橋本アラナでした。もしかしたらあのなんか時間あったら昼とか昼過ぎとか夜にチラッと配信するかもしれないんですけど、まあ、基本午前中だと思っていてください。午前中は絶対やります、約束。それではおやすみなさい、またね、バイバーイ、ハート。